北朝鮮が菅政権を批判、拉致問題に未練と強行。北朝鮮外務省は30日までに、公式サイトに同省日本研究所の研究員名義の記事を掲載し、菅義偉政権が、北朝鮮による日本人拉致問題の解決など安倍晋三前首相の優先政策の継承を謳っていることを批判した。拉致問題は我々の誠意と努力ですでに完全無欠に解決されたとも主張した。北朝鮮が政府の公式サイトですが政権と明示し、発足に言及するのは初めてとみられる。北朝鮮は米国との非核化交渉が行き詰まり、新型コロナウイルスや水害対応など国内問題を優先する姿勢を示す中、対日外交は当分、様子見が続く見通しだ。記事は、安倍前首相が北朝鮮を孤立、窒息させるために歴代首相の中で最も敵対的な政策を実施してきたとし、拉致問題を政治的任期と自らの価値を上げるのに悪用したと批判。その対北政策は総破綻したにもかかわらず、菅政権が安倍の真似をして拉致問題に未練を持ち、周囲に協力を求めて回っていることを非難した。前政権から何を継承しようが全く意に介さないとし、我々に手出しするというなら、看過はできないと牽制した。朝日新聞は朝鮮半島関係の記事で相手国からのあからさまな挑発を和らげるような見方をすることがあるなぁと見ていた。今回は産経新聞と同一の書き方になっている。北朝鮮の自己欺瞞、親世代の犯罪擁護むき出しの主張を融和的に書けなかったのだろう。拉致問題は我々の誠意と努力ですでに完全無欠に解決されたとどの口から言えるのだろうか。2002年の小泉元首相訪朝の時、登場した5人の拉致被害者一時帰国をそのまま戻さなかった経緯を指しているのだろうが、拉致犯罪の事実は他にいくつもあったのだ。安倍前首相が拉致問題を政治的任期と自らの価値を上げるのに悪用したと言い募るに至っては盗っ人たけだけしいではないか。人倫を無視するような粗暴な国家と対話を続けようとしても解決は用として見えてこないに決まっている。いくら外交対話を持ちかけてもあの民族特有の性質で、あちらこちらと引きずり回し無意に時間を費やすだけだ。拉致被害者家族の忍耐は切れてしまっていることを肝に銘じて、人道的に首をかしげるようなことでも、国際的関心を高めてさらに厳しい制裁あるのみ。お聞きいただき感謝申し上げます。